こんにちは、ハッカです。今日はですね、ちょっと憧れていた人が離れ離れになってもう諦めかけてた、その時また運命の再会が、でさらにその人がちょっと魅力的になって帰ってきたという形です。それがこちら、ギガバイトのマザーボード P550 Vision DP という製品です。今撮影日が2021年の1月13日、発売日が昨日なんですよ。1月12日に出たばかりの新製品です。あれ、 Vision D ってもともとなかったっけって思われる方いらっしゃるかもしれません。そうなんです、2020年6月、こちらのマザーボード一度販売されていました。ところがですね、2020年の年末全く入手できなくなってたんですよ。で、一部ショップだと、ネット通販で販売終了って書いてあったりもして、あら、もうダメかと思ってたんですよね。で、まだ次期チップセットも発表されてないから、ちょっと販売終了になるの早くないかななんて思ってました。で、私このビジョン D なんですけど、買おうかどうしようかめちゃくちゃ迷ってたんですよね。なぜ迷っていたかというお話なんですけども、こちら今後ろの PC に積んでいるマザーボードが同じくギガバイトなんですけど、 X570 のオーラスエリートというものなんです。で、このオーラスエリートがもう何ら不満ないんですよ。電源供給も安定してますし、拡張性も割と高いし、そして X570 っていう上位のチップセットからこちらの B550 に変える必要性っていうのをあまり感じてなかったんです。ただ私以前 Zen 3のマザーボードの選び方っていう動画出しました。で、その中でお話ししたんですけど、実際多くの構成だと X570 っていうのはオーバースペックなんですよ。グラフィックボードと M.2 の SSD、 こちらの Gen4 対応が1個ずつ搭載されていればいいのであれば B550 で十分なわけです。それでまず X570 はいらないかなという形になったんですよね。それと迷っていたもう一つのポイント、こっちの方が大きかったんですけど、 Vision D にはフロント用の USB Type-C のヘッダーがなかったんです。で、このケース NZXT の H510i、 これがフロントの USB-C と USB-A が一つずつポートがあるんですね。で、私結構使うんですよ、この USB-C ポート。iPhone の充電したりとか、他にも USB-C でつなぐ機器をちょこちょこつないでたりとかしてました。で、それがマザーボード変えることによって使えなくなるのは嫌だなと思って、それで迷ってはいたんですよね。そのマザーボードがこうやって帰ってきたわけです。帰ってきてしまった以上は、やっぱり買わなきゃっていうふうに思ったんで、発売日前からちょっと注目はしてました。で、すぐ買っちゃったんですよね。それじゃあ早速開けてみましょうかね。はい、それでは B550 Vision DP 開封していきましょう。もういきなりマザーボードですね。本体がこのようなトレイに入ってきました。そして、他の付属品として、まずは、オーラス。ギガバイト製品によく入ってる、このペラッとした紙と、ね、マニュアルですね。これと、これと。で、ドライバーの CD。で、こちらかな。この中に、これは Wi-Fi のアンテナですね。と、ケースのケーブルを一つにまとめてる。こっちは各種 SATA ケーブルだったり、これは何のケーブルなのかな。付属品並べてみました。Wi-Fi のアンテナと、これが SATA ケーブルですね。そしてこっちが、RGB の LED のケーブル。これまた SATA ケーブル。で、これちょっとまだわかんないんですけど、ひょっとしたら温度センサーじゃないかなというような感じです。あとは、ケースからのコネクタ、電源スイッチとかパワー LED とか、そういったものを一括で管理するコネクタですね。
付属品は以上です。結構重量感ありますね。重たいです。白面積がやっぱり大きいですよね。で、このビジョン D というマザーボードですね、再販するにあたって型番が変わりました。ここですね、 B550 をビジョン DP と書いています。そう、微妙にリニューアルされて出てきたんですよ。変更箇所は大きく2つあります。こちらのバックパネルに 2.5G と書いています。この欄がですね、2.5Gbイーサネットを2つ搭載してくることになりました。で、従来のビジョン D というのは、ここが 1Gbイーサネットが2つだったんですよ。で、両方ともインテルの 1Gbイーサネットチップ搭載されてたんですけど、この P がついたモデルでは、1つはインテルの 2.5Gbイーサネットチップ、もう1つはリアルテックの 2.5Gbイーサネットチップ。そう、メーカー違いではあるんですけど、2つ搭載してきたんですね。先日発表になった Z590 の方のビジョン D、 あちらの方がLANポートがこれと同じように 2.5Gbイーサネットの2つのポートなんですよね。ただ Z590 の方は2つともインテルのチップセットでした。微妙に差別化されてるんですよ。なんか謎ですよね。で、ちなみにこのデュアルランっていう仕様なんですけど、非常にマニアックなものなんですよね。で、ネット回線つなぐんだったら1本でいいはずなんですけど、同じ回線に2つつないでも速くはならないんですよ。で、別々の回線があれば1本1本どちらかが不安定になってもう1本が補えるっていうものなんですけど、普通ネット回線を2本引いてたりもしないんですよね。で、どちらかというとこっちの方が使い道あるかなっていうのが NAS とかサーバーとの接続ですね。で、1個はネット回線につないでて、もう1個は NAS に直挿しとか、まあ、そういったものがですね、いいかなというところです。まあ、ほとんどの人は恩恵受けられないかな。で、もう1つの変更点ですね、こっちの方が個人的にすごく大きいんですけど、ここ見てください。これです。フロント用の USB Type-C のヘッダーが追加されたんですよ。そうなんです。私このフロントの Type-C がないから前の Vision D 買うどっちか迷ってたんですよね。で、それが Type-C ついてきたんです。ただ実はこれ買った時はまだ気づいてませんでした。で、スペック比較してしっかり見てから分かったんですよね。これは嬉しい誤算でした。ただその代わりといっては何なんですけど、このバックパネルの USB、 ここの隙間1個少なくなりました。変更点はこの2つだけですね。あとは基本的には共通です。なので前のモデルを買った人が買い替えるような理由っていうのは少ないんですよね。本当に微妙なリニューアルでとどまりました。で、ここからは全モデルから引き継いだ特徴の紹介なんですけど、なんといってもこのマザーボード、サンダーボルト3を搭載しているのが最大のポイントなんですよね。こちらの背面の Type-C ポート2つ、これがサンダーボルト3の端子になっています。どうしても AMD の Ryzen 環境ってサンダーボルトの搭載マザー少ないんですよ。別途拡張カードで対応しているものもあるんですけど、標準でサンダーボルト搭載のマザーボードとしては B550 の中では唯一です。で、このサンダーボルトがあることと連動してるんですけど、ここの端子 DP インって書いてますよね。で、サンダーボルトって映像の出力もできるんで、グラフィックボードのディスプレイポートからこちらの DP インのところに挿しておいてあげれば、このサンダーボルト端子から映像が信号を出せるよっていうものなんですよ。よく MacBook 対応とかで USB Type-C ケーブル1本で
電源も映像も賄えるディスプレイってあるじゃないですか。まあ、それが使えるんですよね。まあ、ちょっとしたサブディスプレイとかにもいいかもしれませんね。で、次は無線 LAN。こちらの方は Wi-Fi 6対応です。まあ、これからの標準仕様としてはぴったりですよね。で、こちらに M.2 の Wi-Fi のアダプターが装着されてますんで、まあ、場合によっては、これを Wi-Fi 6E とか、次世代の規格に変えることもできるんじゃないかなとは思ってます。ただまあ、これくらいの性能のマザーボード、やっぱり有線で使いたいなというところで、まあ先ほどの 2.5GB イーサネットで、まあ、接続しようとは思ってます。もちろん PCI Express 4.0 にも対応しています。ただ PCI Express 4.0 は CPU から出る20レーン分なので、グラフィックボード用のものと、こちらの M.2 SSD 1個分、まあこの部分だけがPCI Express 4.0 に対応と。で、これを使ってしまうと、他の場所は PCI Express 3.0 での作動ということになります。まあ、正直、実用ではそれで十分だと思うんですよね。あとは熱対策しっかりしてそうですよね。ここの VRM フェーズ、電源部分、CPU に電源を供給する部分なんですけど、まあ、かなり大きめのヒートシンクがついています。ここですね。この曲面がいいアクセントになってますよね。 M.2 のヒートシンクもかっこいいんですよ。これスリットが入っててよく冷えそうじゃないですか。あと、まあ、よく上位のマザーボードにしかついてないようなこういった LCD ディスプレイっていうんですかね。あ、ちょっと違うかな。このエラーコードを表示する場所ですね。これが入ってるのもポイントです。そしてメモリスロット、この金属の補強入ってるのもいいですよね。あとはこのPCI Express のところもがっちりと強度が保たれてます。実際メモリのオーバークロックも特定の条件では5400まで、 DDR4-5400 って相当ですよね。で、まあ条件ちょっと外したとしても DDR4-5100 まではいけるはずです。定格は3200なんでかなりオーバークロックできるんですよね。あとファンとかアドレサブル LED の端子がすごい豊富なんですよ。ここにシステムファン5ってあるんで、ファン5つまでこのままマザーボードに直結できるみたいです。あとはここですかね、先ほどのこれ、やはり温度センサーですね。これを追加することでケース内温度を測ったりとか、まあ、いろんな場所の温度を制御して、まあ、ファンをコントロールできるということなんでしょう。まあ、本当に B550 のマザーとは思えない豪華仕様ですよね。いや、説明だけですごい長くなっちゃいましたね。もうここからはこの PC に組み込みたいんで映像をダイジェストでお送りします。ではどうぞ。
B550 ビジョン DP 組み込み終わりました。いやー、やっぱ綺麗、美しいですね、このマザーボードは。まあマザーボードの中でも見える部分って限定的ではあるんですけど、結構雰囲気変わったんですよ。あと地味に変わった点といえばこちら、 Wi-Fi と Bluetooth のアンテナです。これマグネットでいろんなところにつけられるんですよね。まあ今はここに置いてますけど、まあインターネット自体は有線で使うにしても Bluetooth を飛ばしてると、まあ何かしら恩恵があるかなと思って、今こちらのマウスも Bluetooth 接続に変えてみました。今まではレシーバーだったんですけどね。まあどういう違いがあるのか見ていきたいなというところです。あとはしばらく使ってみて何か、まあ、変わったところがあればお伝えしたいなとは思います。サンダーボルトもちょっと使ってみるのが楽しみなところですね。はい、それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。今日は B550 ビジョン DP というギガバイトの大変美しいマザーボードを紹介しました。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。